宮美佐子コ4月15日から2009年5月7日は、岩手県出身のダンサー、本ン美ミサパートナーの江口孝也と共に、ドイツへ留学し、ドイツ表現主義舞踊、ノイエタンツ創始者として知られるマリー・ビグマンに、指示、帰国後モダンダンスの先駆者として活躍した。1907年岩手県、黒沢尻に生まれる。10歳前後の頃に、 鉱山採掘の仕事を辞めた両親と姉と共に、東京に移住。高等女学校に進学し、ピアノやバイオリンのレッスンに通い、演劇の勉強もした。関東大震災後の新しい時代風潮の中で、乗馬や射撃にも挑戦し、夢中になって打ち込めるものを探していた。彫刻家の安藤テラシと偶然出会い、彫刻のモデルを引き受ける。伸びやかな死体の宮をモデルにした作品。 芽生えは1924年第5回定点で特選に選ばれ、さらに1925年の作品、大空に、は、第7回定点で特選に加え、第1回帝国美術院賞を受賞した。1924年9月に2年間欧米で、研鑽を積んだ、舞踊家の高田正夫と原聖子が帰国。この年に、高田、原の舞踊研究所に入門した宮は、11月に、 開催された、貴重披露第一回公演に出演している。その後も、同舞踊団の公演に出演し、高田文化の看板的存在となって活躍した。1929年2月には、青森出身で後に、パートナーとなる、江口高谷が、高田、玄舞踊団に入所するが、9月に、高田正夫が急性舞踊団を引き継いだ、原聖子の下で、宮は、 中心的な踊り手として活躍し、江口も加わって、新しい舞踊の形を模索していく。1931年11月に結婚した宮と江口は、年末に日本優先のスワマルで欧州へ旅立つ。40日間の船旅では、乗客の陸海軍将校らの求めに応じ、社交ダンス教室を開催した。翌1932年1月半ばに、 ベルリン到着。二人は約1年間ベルリンで現地の日本人に社交ダンスを教えて生活費を得ながら数々のオペラやコンサートや舞踊公演を鑑賞し興味を惹かれる舞踊学校の見学を行った。12月にはマリー・ビグマンとそのダンスグループの公演を見ている。1933年春、二人はドレスデンに移り、 マリー・ビグマンの舞踊学校に入学。レッスンを一通り取って毎日休みなく、研鑽に励んだ。その成果を10月に、ベルリンのバッハザールで開催したリサイタルで発表し、手術室、単語などの作品は、高い評価を得る。ヒットラーが台頭したこの時期のドイツ滞在を切り上げ、12月末に帰国。1934年1月に、宮戸、江口は、 東京に研究所を開く。3月には、貴重第1回講演を開催し、手術室や単語などを演じ、多くの新聞雑誌に講演表が掲載された。彼らの舞踊は、主題、身体技法、作舞法において、それまでの日本の西洋舞踊の流れを大きく変える、ものであった。これについて、 舞踊史研究者の桑原和美は、彼らの舞踊は単なる美しい夢物語やあるいは、漠然としたイメージの創造世界ではなく、近代的な人間の意志や生き方を表現する一つの手段であることを示してみせたと評している。以降1935年にかけて、彼らは二人の出身地である東北地方を中心に講演を重ねた。1936年には、満州、 1937年には、朝鮮半島及び満州でも公演している。1938年10月には、江口宮舞踊劇場肌揚げ公演として、日の足兵原作、麦と兵隊が帝国劇場で上演された。1939年から1942年にかけて、江口宮舞踊団は、日中戦争の戦地へ、計4回舞踊遺門に赴いている。 1> 第1回から第3回は陸軍の要請によるもので、第1回が1939年10月から12月にかけて訪れた中国南部であった。軍用船で関東に上陸した宮と江口を含む10名の武用団員は野戦病院や露営地をめぐり前線の兵士たちを慰問して回った。慰問先は各地の部隊からの申し込みに応じたもので、 海南島にも足を伸ばしている。演目は従来公演してきた作品ではなく、基礎説や出戦など、前線の兵士たちの希望に沿う内容のものであった。移動には、記者、トラック、バスが使われ、1日2から3公演の強行軍で、殉職者の慰霊祭や墓参りに参列することもあった。第2回は1940年2月から4月にかけて、中国中部に赴いた。 南京から洋子港を登って観光へ進み、その先の露営地を巡る遺門であった。第3回は1941年2月から4月にかけて同じく中国中部であった。この3回の遺門については、宮自身が1942年に観光した千夜にマイフで公演の内容や兵士たちの様子などの実態を詳細に記している。宮は、 従軍日誌を毎日書いていたので、それを元に執筆したと考えられる。第4回の1942年6月から12月は、大阪毎日新聞社の企画、講演により、ベトナム、インドネシア、マレー半島をめぐる遺門であった。これらの体験と機関戦に同戦した、イギリス人捕虜たちについて、ミアは、晩年の著作、陸軍省派遣国基準軍部要団で詳しく、 述べている。1944年秋に研究所を一時閉鎖し、福島に疎開していた宮と江口は、戦後1946年、藤原歌劇団公演、カルメンの振り付けのために東京へ戻る。舞踊活動を再開し、1947年には戦後第1回目の新作発表公演として、伊福部小作曲、イゴザイダーを帝国劇場で上演した。 伊福部夫人の愛は、以前、江口、宮部洋団の踊り手であり、深井志郎作曲、都会などに出演していた。1950年、伊福部小作曲、プロメテの日を帝国劇場で上演、宮はゼウスに愛される美しい愛をの役を踊った。この作品はその後の10年間に100回近く、全国を回って演じられた。 1965年群は日本大学芸術学部講師となる。また、ダンスグループ群を結成し、第1回及び翌年の第2回公演で単語他を踊る。1977年に江口が77歳で没した後も舞踊の指導を続け、1997年には舞踊の動きを体系的にまとめた銅の美を出版。前後してドイツ留学と、 戦地異モを振り返った、陸軍省派遣国非重軍部要団を1995年に、さらに自らの追い立ちから、戦後の歩みまでの反省を綴った、ミチャ、小貝区を2004年に出版。2009年に102歳で没した。宮美佐子、八鳴岡小隊長宮は1941年2月からの3回目の戦地異モで中国を訪れた際、 宇宙の強行軍で無理をしたため高熱を出してしまった。部隊を休んで伏せていると、中東部隊の成岡正久小隊長が見舞いに訪れた。彼は、一月ほど前に捕獲した、生後間もない兵を連れてきた。親兵は逃げてしまったので、成岡が母親代わりに育てていたものだった。蜂と名付けられていた赤ちゃん兵をやすことで、病床のミアはみるみる回復していった。 一週間ほどですっかり元気になったミアは、蜂と別れて、異問の行程を続けた。一年ほど後にミアは、舞台の移動で蜂を同行できなくなったなる岡から、上野動物園で蜂を引き取ってもらえないかと連絡を受けた。ミアは、知り合いの新聞記者を通じ、動物園と連絡を取り、蜂は、無事に、上野動物園に引き取られた。しかし、 翌1943年8月、戦争が続いて食糧事情が悪化する中、蜂は他の動物たちと共に殺処分されてしまった。な岡はその直後に休暇で故郷に帰ってきたが、剥製にされていた蜂と再会したのは戦後のことであった。な岡はこの天末を京都兵隊という本にまとめて出版した。この本が NHK のドキュメンタリー番組で取り上げられ、ゆかりのあるミヤも出演して、白星の蜂と再会している。ありがとうございます。